いつもご視聴ありがとうございます。トラジロです。今回はですね、大阪府の箕面市というところなんですけれども、箕面市で、市議会議員選挙が8月にあるんですけれども、そこの予定候補者、牧薫さんですね。牧薫さんとちょっと話してきました。堀口さんともなんか YouTube とかで対談されたりとかしてたんですけれども、ちゃんと話してみたらどんな方なんだろうなっていうのが、まあ、気になってて、もともとは、創価学会員さんなんですよね、牧さんは。で、私は創価学会員さんのことは別に何とも思わないんです。私のお客さんにも、創価学会員さんって、まあまあいてはるのでね。で、まあ、悪い人は全然いないんですよ。いい人ばっかりなんですね。で、創価学会員さんっていうのは、まあ基本的には公明党支持ということなんですけれども、その公明党支持の創価学会員さんなのになぜ令和を支持することになったのかとか、そういうこともやっぱりちょっと気になったんですよね。なぜ一番最初はなぜ令和新選組を知った？ああ、いや、知ったのは令和ができてすぐ、はい、なんていうかな、あの時の候補者、令和のあの令和一期とか言われて、はい、もうたくさんの候補者、個性的な人が、はい、出たじゃないですか。で、YouTube とかにもバンバン上がってたし、で、その中で、演説してる方の、演説の内容を聞いたときに、もともと公明党支持者で、はいはい、公明党おかしいって言って追い出された人だから、はい、なんかもうどこの政党も応援するところないわと思ってたんやけど、はいはい、あ、これこそまさしく公明党に言ってほしかったことや、うん、こういう候補者が出てほしかったっていう人だったんですよ。誰っていうか、どの言葉がですか？渡辺照子さんって最初出られてた、はいはい、あの時に、ど庶民のみたいなおっしゃってたじゃないですか。熱い演説を聞いて、はい、まさしくこれこそが、公明党にやってほしかった、言ってほしかったし、この人みたいな人が議員になってほしいと思ったのがきっかけです。公明党は土庶民の政治ではなかったんですか？もう当時は、もう、なんでしょう。ちょっと違うとこ見てるなって感じていました。うん、今の公明党ってどうですか？公明党はもう僕からしたら、なんだろう、平和福祉っていう看板を下ろさないといけない政党ですね。もう武器輸出とか、はい、反対もせずにスッ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 通している。あれがもう許せないなって思った。はい、僕一番最初に知ったのは、はい、長崎町で、はい、ビヨンド・ザ・ウェーブスっていう映画を、そうなんですか、マクさんがなんかされてませんでした？そうそうそう、主催して、それをやりますってどこかで知ったんですよ。そうなんや。じゃあめちゃくちゃ前、一番最初頃、それを見に行った。本当に？はい、マジで？はい、ありがとうございますその説は。なんかなんていうんですか、喫茶店の2階みたいなところで、アマントさんかな、はいはいはい、2階やから、これなんていうの、新選組のなんか隠れ家なのっていうそういう雰囲気の、そういう雰囲気のところでしたねわかるわかる、はい、すごいところでやってるなと思って、そうなんか味のあるというか雰囲気なんですね、はい、はい、それが初めてやったんですけど。そうですか、はい、ありがとうございます、はい、令和新選組の政策でどれが良かったの？まあ今一番その経済を立て直さないといけないと思ってるんで、やっぱり消費税の廃止ですよね、はい、それが一番、自分自身もこれが一番インパクトあると思ってたので、はい、そのことが一番です、はい、消費税を廃止したら公明党の方っていうのはどういう公明党の方は多分トライドさんご存知だと思うんですけど、はい、消費税は絶対廃止っていうポスターを公明党さん作ってましたよね。はい、はい、最初はそうです。それは知ってます。はい、で最近は言わない。もうなんか消費税は必要だ、必要だって言ってますよね。そのお仲間さんはやっぱりそう思ってるんですかね、今で。それが僕が一番不思議というか。あ、そうですか。なぜそう180度変われるのか、はい、どの時点でその方向に転換したのかっていうところを、はい、ついたら、はい、怒られた。怒られるんですか？嫌われたってことですね。そうですか、はい、まあ代表も、はい、大石あきこさんもね、はい、なんかね、国会の中で一番嫌われてるってお互い言い合ってますけど、はいはいはい、僕は公明党の中で、創価学会の中で嫌われてる。あ、そうなんですか、はい、
なんで嫌う必要があるんでしょうね、最初言ってたことなので。でもなんかそうじゃないですか、やっぱり本当のことっていうか言われたら腹立つんじゃないですかね。いや本当のことというか最初言ってたんですよね。そうですそうです、はい、なんでそれをまた言ってたんですよねっていうことを言ったら、いやいやいや、もうそれは言ったらダメだそれが言わないでみたいな、そこがおかしい、思い出したくないみたいなそういうな感じかな。不思議ですよね。不思議です。まあ、だからそこを、はい、まあ究極えぐっていったので、はい、まあ、中にはおらしてもらえなくなったことですよね、はい、農業のことをされていると思うんですけれども、はいはい、令和の農業政策っていうのが、うん、全部買い取りますというような政策を言われていると思うんですけど、はいはい、生産物を全量買い取りします、全量買い取りか、はいはい、それってどういう感じで思われますか。いや僕はもう大賛成です。大賛成、はい、っていうのはまあ、いろんな農業が盛んな国ではそういう政策を取っているところたくさんありますし、はい、一次産業というものをしっかり支える、これが本来の国防だというふうに考えているので、やっぱりなんかこの間もね、農家が言うこと聞かへんようになったら罰則与えるぞみたいな法律をね、話題になってましたけど、はい、そんなんナンセンス、はいはい、農家にはちゃんとその作物を安心して作れるような、はい、なんていうかな、安心して農作物を作ることに集中できるような環境を作ってあげるっていうことが一番必要だと思います、はい、だからその令和の中でも、はい、もうちょっとその農業政策とかに関して深めていかないといけないっていう議論もされています。はいはい、で今後うちの専門家の方交えて勉強とかもどんどんやっていくっていうふうに聞いてますので、これからどん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 もっともっといいものを、はい、日本が農業の方にシフトしていかなかったのかなって思うんですよ。まあ企業がシフトするかとかね、とにかく自給率上げるためにね、うん、まあ分かんなと思うんですけど、それって休耕地がいっぱいあって、それがもう今どうしてもなくなっちゃってるじゃないですか、はい、それどうしていくべきなのかなっていうな、国としての方針っていうのがあって、はい、大規模集約化って言われるものを推し進めているで、要するに日本の農地って例えばもうアメリカとかで何エーカーをバーって広い農地がずっと続くっていうのあんまないじゃないですか。北海道とか、まあ、長野のちょっとそういう意味に近いけど、でもほとんどの日本の中の農地っていうのはちっちゃいちっちゃい面積で、お隣のおっちゃんのとこで、うちのところで、向こうの隣のおっちゃんのところみたいなちっちゃい 農地がたくさんあって、それぞれ管理者がいてる。であっちが年取っておじいちゃんできへんようになったっていうのがボコボコできていて、それが耕作放棄地って言われるもんですね。でもそういうところをギュッと全部集めて、で大きく1枚の田んぼにしましょうとか畑にしましょうっていうのが今進めて、国が進めてる方法なんですけど。あ、そうですか。うん、やろうとしてるんですね、国も。してるんですけど、それって何のためかって言ったら、うん、AI とか、うん、それからまあ機械、ロボットで、はい、管理できるようにっていうのが前提であるんですよ。でも実はこれ世界中のね農業の流れから言うと逆行してて、そうなんです。今国連で小農宣言って言って、小さな農家っていうものを大事にしないといけないって宣言が出てるんですよ。だからもう全然逆行してる。なんで小さな農家でないですかね。農業って大規模化していくっていうのは、はい、多分その理論的にはできるかもしれないんですけど、実際なかなか難しいんです。日本みたいな特に農地がちっちゃい場所とかは、だから集約して大きく面積しようぜっていう話にもなってるんですけど、そもそも農業っていうのはその土地、その場所、その風土、そういったものに影響されるものやし、その中で織りなされていく一つの芸術だと思ってるんですよね。それをもう何て言うか、四角四面でここはこんだけの面積でこれをドーンってやっちゃって作りましょうっていうのではなく、本当に小さいその土地の特性とかをよく知った人間にしか本来はできないもののはずなんです。
だから、種も確率化されていくし、それを計算して計画的に作るために化学肥料とか農薬っていうものを使っていくっていう農業に行っちゃう。それをしないために、土壌を疲弊させないために、そういった小さな農家が、農薬とか化学肥料とかそういったものをなるべく使わないで持続可能な農業をするためには小農じゃないとできないんです。あ、そうなんですね。はい、持続可能な農業っていうものを目指すのであれば、これは大規模化してはならないということですね。一番わかりやすいのは本当に日本なんかは地震もそうですし、台風とか、大きな災害が起こるじゃないですか。その時のことを思えば簡単にわかると思うんですけどね。大規模化して、生産をもう計画的にするっていう、そういう考え方ではちょっと危険が伴うかなと思いますけどね。公明党っていうのは、すごくこう組織化がすごかったじゃないですか。はい、選挙に対して、れいわ新選組はここを直した方がいいとか、なんかあれば。ああ、そうですね。いや、でも、れいわができても5年経ちますけど、だんだん、洗練されてきたんじゃないかなと思いますけどね。なんか逆に、はい、一番最初の頃は、こうしたらいいのに、ああしたらいいのにって、やっぱりあったんですよ。はいはい、例えば、いやらしい話、こうしたら表が読めるのかね、って思ってたけど、はい、でも今、おかげさまで、ね、皆さんの頑張りで支持率も少し上がってきて、で、ある程度、ボランティアさんたちも入れ替わりはあったとしても増えてきて、はい、その中で見てると、これはちょっとまた新しい、なんか選挙のやり方っていう風なものに変わってきたなと思ってるので、公明党のやり方でこうした方がいいよっていうのは今は感じない。あ、そうです。はい。令和のやり方っていうのが確立されつつあるんじゃないかなと思います。本当に素晴らしいと思いますよ。皆さんのそのボランティアさんたちの熱量というか、あと、だから何も、まあ、おこがましいけど教えなくても皆さんできてると思います。あとは、そうですね、何のためにっていうところをお一人お一人がしっかり持つっていうこと、それさえ忘れなければもっともっと強くなるんじゃないかな。でもね、そこを見失いがち。そうですよね、なんかね、マイナスなことを見つける作業が何か知らないですけど、みんなあるでしょ。ありますね。なんかね、マイナスなことを何で探すんだろう。まあでもそれ人間ですかね。ね、特性かもしれない。公明党でそのマイナスなことを探すっていうのはありました？ねえ、まあ大きく言ったらそこが違うのかな。ですよね、うん、あんまなかったですよね、多分。ないですね、その、うん、結構みんなこう、やることはやらなあかんねんみたいな感じでこう、そうやってそうな気、僕はイメージで見るんですけど。あー、なるほど、なるほど。なんかね、その、僕ら何のためにやるのかっていうことを必ず毎日毎日確認するんですよね。だから、要するに朝晩、はい、仏壇に向かって祈るわけですよね。はいはい、創価学会行って、真面目な人は。はい、だけど、その時に何をしてるかって言ったら、世界の平和とか、はい、各個人のもちろん幸福とか、そういうことを祈るわけじゃないですか。だから、そこが毎朝毎晩確認するんで、ずれにくいというか。そうなんですね。だから、見失いにくいというか。なるほど。で、大変なこと、嫌なこと、同じように起こりますよ。けど、それが起こるからこそ頑張れるんだみたいな、そういう捉え方もしてます。例えばボランティアさん同士で揉めたりだとかもあるし、はいはい、そんなのよその組織でやってんのかなっていうね。いや、ありますよ。 あるんですか。ありますよ、ね、だって人間同士だから。あ、そうですね。それどうやって仲直りしてるか。僕らはやっぱりまあこれはその都学院というか公明党の時の体験が一つなんですけど、はいはいはい、やっぱりその中心とする、まあ競技であるだとかそういったものがあるじゃないですか、はい、だからお互いこうやって喧嘩するっていうのは何のためなんだろうとかいうことを忘れてないみたいな、うん、で好きとか嫌いはあったとしても同じ目標のために頑張ってたよねっていう戻れる場所があるんですよ。だから強かったんじゃないですか。あ、そうですか。はい、
でも、まあ、他の組織っていうか人の塊、会社とかもそうですし、市民団体とかもそうですし、必ず分裂とかあるじゃないですか、はいはいはい、これはもう人間の差がかなと思います。これどうやって仲直したらいいんやろっていう、まずそれがもう分からへんから。なるほどなるほど、そうですよね、はい、でもどこまでもやっぱりそうですよね、人間っていうものを信じるというか、それしかないと思うんですけどね、うん、好きとか嫌いっていうのはこれどうしようもないけど、うん、でもお互い同じ方向を向いてるっていうものがあれば、別に宗教じゃなくて、はいはい、認め合っていけるんじゃないかなと思うし、認め合っていかないといけないかなと思います。ボランティアさん募集じゃないですか。ああ、いやいや、もうそれは随時募集はしたいです。全然、ね、あと1ヶ月ちょっとしかないので、はい、どんどん来ていただきたい。告示が8月18日なんですよ。8月18日で、投開票日が8月25日なんですね。だから、まあ、その1週間、はい、はい、そう、告示日の18日に一斉にポスターを貼らないといけないんです。もしよかったらこの箕面までお足へ運び運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お近くの方はよろしくお願いします。あ、連絡先は載せといていいんですか。はい、いいですよ。あ、はい、はい、また載せときます。公表してます。はい、大丈夫。よいしょ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、支援者の方です。支援者じゃないです。最後にね、後ろから牧さん支援者の方ですって言われたと思うんですけれども、私がこうあれ駅前で撮影してたんですけれども、撮影していたのを見てくれていた方がいてて、あれ令和の牧さんじゃないのって、まあ看板横に置いてたのでね、牧さんじゃないのっていうことで、牧さんのことを知ってくれていた方がもうぜひ会いたかったそうなんですよね。その方が動画撮影が終わった後に話されて、ぜひサポートしたいということらしいので、今度決起集会があるんですけれども、そこにも参加されるそうなので、もう言うたらボランティアさんがその場で2人ゲットできたというぐらいの感じで、すごい快挙だなと思います。あそこでね、もう私はマキさんとハンナ君と一緒にチラシ配りをね、駅の前でしてたんですね。その後に動画を撮ってたんですけれども、この動画を撮ってなかったら、あの方たちはスルーしてたわけで。だから、動画撮ってて、しかもその動画撮っているところを見てくれてたところを、はるなくんがチラシを渡しに行ってくれて、こういうことになって、まあ、ボランティアさんが、まあ、増えたということは、もうすごい、もう、快挙だなと。ちょっと思ってます。以上です。ありがとうございます。